カトゥーン上田達也、スノーマン渡辺翔太に宣戦布告、せいぜい震えてろ、過去にはラウール倒す。カトゥーンの上田達也が6日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。スノーマンの渡辺翔太にメッセージを送った。スノーマン渡辺翔太、カトゥーン上田達也に、遭遇5日に31歳の誕生日を迎えた渡辺は、 4日に解説したばかりの自身のインスタグラムにてライブ配信を実施。個人アカウントを解説した経緯やアイコンについて説明したほか、バースデーソングを歌い自身の誕生日をファンと共に祝福し、交流していた。また、渡辺は同ライブ配信にて上田と遭遇したと告白し、挨拶した、怖かった。 インスタグラムの個人アカウントを持つ先輩でもある上田の印象をコメントその後上田は渡辺次の獲物はお前に決めたせいぜい震えてろとメッセージを送り反応していたこれまでファンからの質問をきっかけに先輩や後輩の通し方について言及していたほか渡辺と同グループで活動するラウールを倒したことなどで話題となっていた上田